2年連続、最下位という厳しい状況でありますが、必ずやいい方向に持っていけると確信してます。真中新監督率いる新生ヤクルト、12球団一の破壊力を誇る強力打線は今年も健在。リードオフマンは日本人右バッター史上初のシーズン200本安打を達成した山田哲人、そして4番は去年大ブレイクを果たした雄平。日本人離れしたパワーと類いまれなバッティングセンスで勝利に導きます。3度のホームランキング王を獲得したバレンティンは出遅れていますが、昨シーズンわずか10試合の出場に終わったミレッジは1軍スタート。12球団ワーストの防御率と苦しんだ投手陣にはロッテのエース成瀬義久が加わり、新風を巻き起こします。2年連続の開幕投手を務めるライアン小川、4年ぶりの復活を目指す吉典も気合十分。チームを知り尽くした新指揮官のもと狙うは最下位脱出です。はい、ということで、まあ、山田哲人選手はですね、今年こそ右バッターとして200本安打を目指したいという、ね、去年193本だったんですが、そんな中で第3位にですね、唯一 A クラスかな、第3位予想で、あ、池田千香さん、はい、A クラスヤクルト、理由は、急ですか。まあ、やっぱり台風の目だと思うんですよ。ここと、まあ、他のチームをどう戦うかっていうのが一つの鍵になってくるのかなと。まあ、打線の方はもう、ね、皆さんご存知の通り非常に素晴らしい打線で、うん、であとは、ピッチャーの方をどう整えていくかというところに成瀬が入ってきたことが、うん、やはり確かにロッテの時は勝ちましたが負け数も多かったというところが、打線があることによってどれだけそのマイナスが減っていくかという、貯金をできていくかというところには、まあ、成瀬が入った、左のピッチャーが入ったということによって他に影響力を持つかもしれませんし、それと吉典が、どのぐらいっていうのは、まあ、監督に聞くと期待はしてない、投げてくれればありがたいという最初の出足はそういう状況ですけど、彼がいることによってもまた影響力があるでしょうから、うん、僕は投手陣の若いピッチャーもいろいろとその苦しい中、やっぱり防御率最悪でしたけど、はい、やっぱり試合に投げれたっていうことが非常に大きかったと思いますので、そういう部分では打線の援護をもう一回感じながら、そういうピッチャーが一人加わったというところで、ヤクルトが何か台風の目になれば面白いかなというふうに思いました。で、最下位予想がお二人いらっしゃいまして、タオさんとそれから高木豊さんですが、タオさんから、はい、いや、ドラゴンズと比較したら明るい材料はヤクルトのがあるんですよね。本当のことを言うと、はいはい、吉見が復活したらこいつやなってしただけで、うん、普通に考えると本当ドラゴンズ下、スワローズの方が上に来るかなとは思ってはいるんですが、うん、やはりミレッジが今年はね最初から出れる、はい、でバレンティンも少し遅れますけど多分もうすぐ出てくると思いますんで、はい、ここの打線はやっぱ今一番ですよね。なるほど。豊さんの再開ですか。やっぱバッティングはね素晴らしいと思います。技術も高いし、ただそこに取り決めがないんですよ。うん、でキャンプの時から実践に任すと、で川端2番、畠山がこの前5番を打った試合ですかね、うん、ちょっと見たんですけど、全くこうランナー一塁で引っ張る素振りもないし、ランナーノーアウトランナーセカンドで流す気配もないし、で2人とも技術が高いバッターなのにこうバラバラのことをやってるというようなことからすると、打つのは打つけど得点に結びつかないんじゃないかなっていうのが一つと、もう一つはやっぱり守備で投手陣が弱いのに守備もこう足を引っ張るケースがあって、でそこら辺が改善されたのかなというちょっと不安点がありますね。まあ、真中監督はキャンプで徹底的に守備をやってきたとこういうふうにおっしゃってたんですが、そんな中でですね、やっぱり打線をこう玉下さん、はい、見てみるとですね、今年は雄平を4番で起用したいと。まあそうですね、バレンティンが遅れるということを大前提の中で、うん、もう早くも構想の中にもう昨年のもう暮れから
雄平は4番というね、ぐらいも考えてたんですよね。ですから、まあ、そのプラスその前後という部分でのミレッジ、今3番入ってますけれどもね、ミレッジが契約が今年最後なんですよ。はい、これはもうね、今年は絶対ミレッジ働くよ。もうぜ、コーチもみんな言ってますよ。口を揃えて。だからもうミレッジが今年はもう大活躍します。そこへバレンティンが帰ってくる。帰ってきた時にはバレンティンを3番に据えて、そしてミレッジを5番に据える。またさらに強力になってくると。で、ショートのポジション、大引きが入ってきて、ね、ショートのやっぱり守備の要ですよ。やっぱそういうところでベテランの大引きが内野陣でやっぱり自動尻に座ってくれるという。これやっぱり大きな、プラス材料と僕は思いますね。まあ得点力はね、660、去年660点以上ですよ、平野さん。いや、トマシャの5位にしてます、あれだけ褒めてるのに。だから今ちっちゃいのトマシャのものすごい4位ですね、4位、4位、はい、ああ4位ね、だって3位が1人しかいなくて4位は結構いい評価という中で、得点力はまあ去年は取りました、ただ失点は700点以上もあって、そういう問題ピッチャーですよね。そうでね、そうですね、質問に参りましょう。ヤクルトの投手陣、今シーズンはやれるざっくり系の質問ですが、丸か×かで皆さんお願いします。やれると思う方は丸、やっぱりダメだと思う方は×で、×は少ない。あ、矢沢さんなんか胸張って丸ですね。×って言ってたんだよ、さっき。矢沢さんから始まります。細かいと思うよ。矢沢さんから、今年はいいんじゃないかって、ヤクルト投手に。やはり、吉典が一つ決め手になりますね。まあ、成瀬もそうだけども。ただね、神宮のマウンドが変わったんですよ。はい、で踏み出す足の方が非常に粘土質でね、はい、下にこうレンガ質がこう入ってるんですよ。あ、非常にだからメジャーのマウンドのようにすごく硬いんですよ。だから石川だとかああいうね、南東派はそういうマウンドに慣れると思うけども、やはりこの小川なんか突っ張るタイプでしょ、足がね、踏み出した足がね。だからそういう意味で吉野なんかもそこ心配してるんですけどね。これ矢田さんね、速球派であろう何とか派であろうが、マウンドは柔らかいのと硬いの好き好きがあるんですよ、はい、だからもうこのピッチャーはこれだって決めるんじゃなくて、私なんかどっちかというと硬い方が好きだった、硬い方が好きだったんですね。で、硬いマウンドのところはものすごく成績がいいし、柔らかいところはほとんどもうものすごく成績が出るぐらい、マウンドの硬さって柔らかさっていうのは、これはね、投手にとってはものすごくね、大事なんですよ。平松さんの、ね、フォームはね、静かに、私のフォームの話じゃないんだけど、静かにフォーム、あんまりガッていかないから神宮のマウンドが硬くなった、これが好影響を与えるピッチャーも出るという話で、今横道にそれた中で、新戦力の成瀬投手、大家さん、ロッテのかつてエース16勝を挙げました、で、リーグが変わりました、成瀬の評価は大家さん的には、まあ、1シーズンローテーション守ってくれたらいいですよね。まあ、2桁勝ってくれたらもうそれに越したことはないと思いますね。やっぱりヤクルトは先発ものすごい苦労しましたもん、はいはい、それとやっぱり守備がね、去年よりも随分ショートがきちっとしたんで良くなったでしょうからね。斉藤明夫さん、成瀬のことはよくご存知ですよね。そうですね、2年間ナウスと一緒にこうやったんですけど、やはり一番16勝1敗っていう成績を上げた時のボールに比べると綺麗、コントロール的にも甘くなってるし、ただセ・リーグが移ってきてこの変化球がどれほどうまく投げれるかだけど、球場がね、神宮にしろ横浜スタジアムにしろちょっと広さ的にね狭いんで、ヒーホンリーダー、QBC マリンスタジアムでもヒーホンリーダー王だったんで、それでホームラン数が増える分ちょっと心配かなというのもありますしね、いかにこう右バッターの膝元へのね、スライダー、カーブが投げ切れるかが課題になってくるんじゃないかなと思いますけどね。池田千佳さんも今年のヤクルト投手陣はよくなると、やれると、まるでした。はい、昨年の悔しさもあるでしょうし、チームが監督変わって新しくなって、まあ、打線の方が、怪我人のミレージも帰ってきて、そして、昨年よりかもっとバージョンがアップしているというところも含め、新しいピッチャーが来て、そしてチームとしてやっぱり向かっていこうと、もう後ろに下がることないから行くんだという気持ちは強くあると思いますので、そういう部分では若い選手たちにとっては昨年苦しい中での登板が、今年は自分たちがなんかいい方に向かっていけるようであれば、面白い立場になるかなと思います。なるほど。そこで今真中監督の話が出てきましたけども、
真中監督は現役引退後、2軍のバッティングコーチを2年やり、そのまま2軍監督を3年やって、そして去年上に上がってチーフバッティングコーチをやりで、1年で新監督就任というですね、内容になったんですが、その真中監督によって金村さん、はい、ヤクルトは変われると思いますか？いやもう現に変わってますよね。変わってる、明るく明るくね、ポジティブですしね、うん、選手のことを熟知してますし、またピッチャーだけがね、昨年と僕もやれるにしたんですけども、やっぱ不安点はやっぱ抑えのところですよね。バーネットもその一時ほどの力も制球もなくなってきてるのかなというね、うん、ただ故障者故障者って皆さん言いますけども、はい、どこも故障者があって、うん、あまり長期離脱が目立つだけでね、うん、主力級にだからそのあたりが帰ってきてピッチャーさえ整えば一気に A クラスというか一気に上位に食い込む力はヤクルトが一番だと思いますよ。なるほど、一気に来るという可能性がある方、もう一回ちょっとじゃあ金村さん以外に誰かいらっしゃいますか？ヤクルトは一気に今年は、昔のヤクルトの意義を取り戻せる可能性があるとお考えの方、金村さん以外にいらっしゃらないですよ。そうです。いやね、一つね、はい、いいどうぞ、はい、心配ながらね、4番の雄平ですよ。それからソフトバンクの柳田、同じようなその非常に無茶ぶりというか、うん、非常にこのファンに見せる、うん、そういうスイングはいいんだけども、うん、あれではね体壊しますよ、うん、あれほどねやっぱり背筋使ったり、まあ筋力が強いから、うん、あのスイングはできると思うけども、うん、あれほど振らなくても、なるほどね、うん、大家さんは？僕は中村なんですよね、キャッチャーの。それでキャッチャーっていうのはレギュラーキャッチャーがいると、中日もそうですけどポスト谷繁って言われますよね、はい、でも実際はいる間は出てこれないんですよ。そうか、で相川がジャイアンツへ出て行って、もう中村がもう自分一人でやるしかない、もう一本立ちを、はい、せざるを得ないシーズンなんですよね。だからここでもう一本立ちしっかりできるようなキャッチャーに仕上がったらヤクルトは強くなってると思います、ね、変われる要素はあるって、はい、そこはポイントですね、はい、じゃあもう谷繁は下がった方がいいんだ、はい、まあ、できればね、というね、やっぱキャッチャーはね重要ですからね、はい、あとヤクルトに関してこれだけは言っておきたい方いらっしゃったら、はい、松本さん。小川の話が出てないんですけど、ライアン小川、はいはい、私はちょっとオープン戦内試合見させてもらったんですけど、なかなか上がってこなかったですね。で実際にそのボールのキレもあんまりなくてコントロールも良くなかったんですよ。ただその小川がやはりヤクルトで軸になってくると思うんでね、その辺がやっぱ相当不安になるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。いずれにしても開幕投手、開幕は明日でありまして、そうですね、それでは明日のセリーグの